イーペルの1イーペルは、ベルギー西部、フランデレンチ、ブージンゲ、ブリーレン、リッケブス、エルフェルディンゲ、ホレベーケ、シントーヤン、フラーメルディンゲ、フォールメーゼレ、ジルベーケ、ザウツホーテの10の地区から構成される。第1次世界大戦中には、第1次イーペルの戦いや、第2次イーペルの戦いなどで、ドイツ軍と連合国軍の最前線として、長期間戦闘が繰り返され、 一次街は廃墟になった。第一次世界大戦前のイーペル砲撃で破壊された。後の中世にはカンタベリー物語で言及されたようにイングランドとの貿易によって4万人の人口を持つ都市に成長した。13世紀にはラシャ工業が急発展しブリュッセル、ヘントに次ぐフランドルの大都市となった。この頃に有名なゴシック様式の巨大な医療会館、 セントマールテン聖堂などが建設された。人口は20万人を超え、町は大いに繁栄したが、戦略的に重要な位置を占めていたため、侵略に対して守備を固められなければならなかった。1385年に土塁の建造されたが、その一部はリール門の近くに現在でも残っている。また、この時期にかけて住民の間で、 猫が悪魔と魔法の象徴とされ、凶悪な悪魔を追い払うために相当が行われた。今日ではこの習慣を忘れないために、3年ごとに祭りが行われている。その後、土イは、より丈夫な石造りと統制の構造と、部分的な堀とに作り替えられた。17、18世紀には、ハプスブルク家とブルボン家の争いの中、イーペルはさらに守備を固めることとなり、最重要部は、 フランス軍エンジニアのセバスティアンによって17世紀の終わりに完成することとなったが、幾度とない戦乱や宗教上の混乱によって街は徐々に衰退していった。第一次世界大戦が終結した後、1919年の廃墟と化したイーペルの街並み第一次イーペルの戦い。編集詳細は第一次イーペルの戦いを参照1900年代に入り、 勢力均衡の欧州の中で中立を表明していたベルギーはそれをイギリスによって条約で保障されていた。しかし1914年第一次世界大戦が始まるとドイツ軍がベルギー北部からフランスに進行するシリーフェンプランに基づきベルギー領内に侵入してきた。イギリスは条約に基づき戦争に参加したがドイツ軍は3チームに分かれて都市を包囲 占領する作戦によって、柴叩く間に、ベルギー北部の諸都市を占領していき、イーペルも占領された。対して、改装する連合国軍は、戦力を立て直しイーペル都市部周囲の球場で、ドイツ軍に激しい反撃を加えた。この反撃は成功し、さらに町周辺部で1914年10月31日から11月22日まで、改戦が行われ、 連合軍はドイツ軍から街を奪取した。第二次イーペルの戦い、編集詳細は第二次イーペルの戦いを参照こうして一時は撤退したドイツ軍であったが、1915年4月22日から5月25日まで連合国軍に再攻撃を仕掛けた。この攻撃では人類史上最初の大規模毒ガス攻撃が行われた。使用された毒ガスは塩素であった。 甚大な被害を受けた。連合国軍は撤退。ドイツ軍が再び町を占領した。1917年秋には、イーペル近郊で、マスタードガスが戦闘に使用された。この毒ガスが使用されたのも人類史上初めてで、都市の名前を取って、イペリットとも呼ばれるようになった。第三次イーペルの戦い。編集詳細は、第三次イーペルの戦いを、 参照1917年7月21日から近郊のパシシェンデール村を主戦場とする3度目の開戦が始まった。ドイツ軍残豪に突撃したイギリス人、カナダ人などの混成連合国軍は1メートル前進するのに20名の兵士の命が奪われるほどの非常に激しいドイツ軍の抵抗にあった。3ヶ月にも及ぶ戦いで両軍で50万人を超える犠牲者が出た。 11月6日に戦闘が停止した時、結局連合軍が脱回できたのは都市の峰東のみであった。町は大砲や銃の砲火によってほとんど壊滅し、パッシェンデール村は両軍の絶え間ない砲撃で寒布なきまでに破壊し尽くされた。夜の医療会館戦後、医療会館と市役所を含む中心街の主な区画では、 できるだけ元と同じような設計で街は再建されていった。今日では医療会館はフランドルフィールズ博物館となり、第一次世界大戦でのイーペルについての展示が行われている。戦争によって破壊されたイーペルは再建後平和都市と呼ばれるようになった。さらに日本の広島市と緊密な友好関係を結んだ。戦場になったという事実もあり、漁師は 結束を深めた、公式、ありがとうございます。